はい、2376回始めます、3月4日月曜日になったところですね。例によってね、日をまたいでからやってくると早くになんやかんやね、休みの日やってるとね、すぐね一日終わっちゃうんですよ。はい、うん、今日もねちょこっと、うん、本数少ないんですけど、ちょっと事情があってね、事情があってというかスケジュール、うん、なかなか取れないんで今日無理して、無理してニュース選んだんですけど福島放送からですね、賽銭泥棒、最近多いね賽銭泥棒、うん、神社とかに行ってね賽銭泥棒して一体いくらね盗めるのかっていうの本当気になるんですけど、賽銭を盗もうとしたところを発見され逃げようとして殴ったとして強盗致傷の疑いで、現行犯逮捕。福島県いわき市の神社で64歳の男が賽銭を盗もうとして関係者に見つかり、棒で殴って怪我をさせたとして強盗致傷の疑いで現行犯逮捕されましたか、うん、警察によりますと、住職で無職高木貞義っていうのかな、容疑者64歳、これ男性ね、うん、3日午前0時半過ぎ、いや深夜ですね、今ぐらいじゃないですか深夜0時半過ぎにいわき市時は藤原町っていうのかな、あ、常磐っていうのかな、常磐藤原町の神社で、あ、時はだな、おそらく時はいわき藤原町っていうのかな、ちょっとうん、あーちょっと、まあ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 、いわき市なんとか藤原町の神社で賽銭を盗もうとしていたのを60代の宮司の男性に見つかり、逃げようとして持っていた棒で男性の顔を殴って軽い怪我をさせたと、うん、この高木容疑者ね、うん、棒は振り回したが当たっていないと容疑を一部否認していると。でこのね、事件があった神社では神社の関係者が防犯カメラによる警戒に当たっていたと、うん、なんで警戒してたか、この神社では2月にも賽銭を盗まれる被害があり警察に届け出を していたと、うん、警戒を強化してたということでね、はい、やっぱりね賽銭泥棒多いで、うん、この神社でも2月に、もう1回賽銭泥棒に遭ってると、明らかに。で防犯カメラをもうチェックしてたんだろうね、このね神社の関係者、今回宮司さんだけど、うん、でやっぱり注目するのはここですよ、うん、賽銭泥棒、うん、盗もうとしているところを見つかったと、これ盗んだのかどうか分かんない、うん、でそんでまあ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 ね、宮司が出てきて注意して、うん、たらこの64歳のね高木容疑者、うん、棒を振り回して、ね、棒でまあ殴って怪我をさせて逃げようとしたんでしょうね、うん、でも逃げようとしたけども逃げられなかったと、捕まったということ、まあ、警察呼ばれたのか、これ現行犯逮捕ってなってるんだけど、うん、宮司および誰かが、うん、複数人で取り押さえたのか、それとも警察に通報して、警察官が現行犯で、うん、取り押さえて現行犯逮捕したのかね、いわゆる常任逮捕なのか、私人逮捕なのか、まあ、警察官による通常逮捕なのか、通常というか現行犯ね、現行犯逮捕なのかって出てないですけど、やっぱり気になるのがね、これね、うん、窃盗か強盗かってとこだよね、うん、これ賽銭泥棒してそれだけして逃げたら、うん、まあ、万引きでもいいよ、万引きでもそれだけして逃げたらね、窃盗ね、捕まったとしても窃盗なんだけども、やっぱり誰かに捕まった時っていうのは犯人動揺してね、やっぱり手出ちゃうよね、逃げる時に手殴ったり蹴ったりしなくても、まあ押し倒したり振り払ったりした時に転ばせたりしない、相手を、そんで擦り傷を負わせた、骨折させたね、打撲を負わせたとかになると、これ強盗になるから、たかだか万引きが、たかだか賽銭泥棒があってね、たかだかって言ったらあれだけど、それこれ刑罰が全然違ってくるから、だからね、これはね、そこまで考えて万引きとか賽銭泥棒とかする人いないと思うんだけど、ね、もうおそらくね、日銭に困っての犯行だと思うから、そこまで考えてね、うん、
もし誰か出てきたら暴力だけ振るわないようにしようとかね、思いながら犯罪を犯す人もなかなかいないと思うんだけど、その人らも切羽詰まってると思うんでね、もう日銭、もうその日食べるものに困ってるような人たちがやるような犯罪だから、万引きとかね、賽銭泥棒、特に賽銭泥棒なんていうのは、万引きはね、まあ余裕ある人でもやったりもするけどね、もうこれね、刑罰が違うんですよ。強盗だとね、5年以上懲役だから一発で、窃盗だと10年以下だから、なんなら執行猶予もつくかもしれないし、5年以下ってことはね、まあ大半初犯だったらおそらく執行猶予つきますよ。ただ強盗になると5年以上だからね、いきなり実刑だから大半が。これは今回強盗未遂ってなってるから分かんないけどね、これ、強盗致傷か、強盗致傷の疑いで現行犯逮捕、これはね、本当にだから本当賽銭泥棒一つもまあお気楽にやる人はいないと思うけども、やんないことですよ、軽い気持ちで万引きとか賽銭泥棒とかね、あと、まあ空き家から何か盗んだとかね、いうの、まあそれだけだったらまあまだいいって言ったら変ですよ。ね、空き家に入って何か取ってるところを誰かに見つかって揉み合いになって、ね、怪我させた、骨折させたって言ったらこれ強盗になりますから、ね、空き家にあるもうしょうもない、金銭、お金の価値にしたらね、金銭価値にしたら100円とか数百円のようなものを盗んだだけでも強盗扱いになりますんでね、気をつけてっていうのもなんだけど、軽い気持ちでね、軽犯罪だと思って泥棒窃盗するのはね、どうかと思いますよ。はい、まあそれにしてもね、この賽銭泥棒っていうのは最近増えてるかなと、時々、今年でもう 2,3 回扱ってるんじゃないですか、賽銭泥棒。まあね、それだけね、今日経平均株価とか史上最高値史上最高値って言ってね、言ってますけども、大企業中心にね、まあ円安もあって、庶民レベルでは本当にね、みんなね、なんか貧乏くさいようなニュースが多いんですよね。本当みんなお金に困ってるっていう感じしますよ、ニュース見てると。はい、終わりたいと思います。福島県いわき市で起きたね、賽銭泥棒、の強盗致傷の疑いで現行犯逮捕、64歳の男されましたっていうお話しました。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。